ひなです。ピンクラテ TB 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はゆなの一泊二日の日のお泊まりの準備をしていきます。イエーイ。ちょっと題名が長くなっちゃったんですけど、1日目がウェブのね捧げで、2日目がピンクラテ TB の撮影とかっていうのがあるので、そういう時の場合のお泊まりのねセットの紹介をしていきます。まあ、今はちょっとね緊急事態宣言とかが出てて、撮影とかお泊まりが自粛になっているので、あんまりそういうことがないんですけど、そういう日のスーツケースとかのねご紹介ができたらなと思っております。それではどうぞ。はい、ということでやっていきます。まずね、最初にやっぱり2日目の洋服なんですけど、じゃん、もうまとめてあります。2日目の洋服をこの中に入れて、ネットのついたね留めれる方にスッと入れておきます。2泊3日とか3泊4日とか、そんぐらい結構長期間泊まるってことはあんまりないんですけど、まあたまにある時は結構ネットの方が洋服だけでパンパンだったりとかが結構あるんですけど、まあ一緒に靴もね入れちゃいます。なんか靴はもう一つ履き慣れてるヒールを一気に履いてって、あとは洋服に合うヒールを持っていきます。ヒールが高いからスーツケースに靴を入れるっていうのが大変なんですよ、すっごい。でもまあ閉まればいいんでしょうね。よし、はい、ハワイ入りました。こっちは洋服と靴だけでパンパンです、正直。じゃあ次にこっちのパッチーンってねつけれる方の紹介です。まあ、こっちにはまず、まあ、洋服だけじゃ足りないので、下着とか靴下とかも一緒にこっちには入れてます。小物系のね下着とかを入れています。はい、じゃあ次にアメニティとかスキンケアのグッズを入れていきます。ここにたくさんなんかお風呂場とかで使う洗顔料とかがいっぱい入ってるので、パパッと紹介していきます。でもちらっと見えたかもしれないんですけど、お泊まり用のシャンプートリートメントダイアンです。実際この大きい版のやつは私家でも使ってるので結構安心してこういうのは使えます。で、まあやっぱ一番気になるのは洗顔料じゃないですか。洗顔料も普段はこれのちゃんとした大きいサイズを持ってるんですけど、これトラベルグッズ用にね使っております。さっきのねクレンジングと洗顔フォーム、これはね結構さっぱりするし、もう私が結構メイク始めた時期からずっと使ってるやつなので結構おすすめです。じゃあ次、普段使ってなくてなんかホテル行く時だけ使ってるみたいなやつを紹介するんですけど、これがまずサキナのモイスチャーミルクで乳液ですね。サキナは本当に私荒れないので、サキナ使ったら結構使ってます。でメナードのミルクローションっていう乳液とローションの普通の化粧水ですね。これは結構しっとりするタイプなんで、ホテルとか行った時は小さいサイズだしね、お試し用で使ってみようって感じで使ってます。あとは私がずーっとねもう荒れてる時に使ってますって、もうずーっとサイコバンをしてるビューネコンでーす。レナードの薬用ビューネ、これもちっちゃい版なんですけど、次の日さ布団のせいでとかさ荒れちゃったとかそういう時にすぐ使えちゃうのがねいいので、ビューネくんはどんな時でも持ってきますね。家にも置いてある、常に置いてあるし、旅行先でも持ってきるようにしっかり持ってます。こんな感じでこの子は終わりですね。ではグッてしまっときます。で、この歯ブラシ、歯ブラシは家にあるトラベル用のなんか歯ブラシを適当に持ってってるって感じなんですけど、正直さホテルにさ置いてあるじゃん歯ブラシって。でももし置いてなかったりした時とか、あと撮影後になんかご飯食べに行って歯がさやっぱ汚れるじゃん食べると、だからそういう時にその場でちょっとやった方がいいかなって思う時とかにたまに使うので、一応まああて損はないので持ってくるのをおすすめします。はい、じゃあ次はさっきのお風呂場で使うのと他にもう一つなんか朝とか夜用のスキンケアグッズをあるので、それも紹介していきます。まずまあやっぱね毎回使ってるこの無印良品の導入化粧液、これは別に小さくも大きくもないので大体持っていきます。これは夜用ですね。でこのアベノウォーター持っていきたいんですよ、持っていきたいんですけど大きさが大きいっていうことで、じゃじゃーん、ちっちゃいサイズなんです。この子ちょっと今ね蓋がないんだけど見てください、こんなにサイズ違うんですよ。こっちのね 150g 半分ですね、半分のやつをトラベルセット用として持っててます。この子はないとね次の日のね肌のノリが全然違うから、この子は絶対持っていくようにしてます。まあ次乳液とかなんですけど、これは夜には欠かせないよねって感じの、あ落ちた、大
んですけど、無印の化粧水敏感肌用の高保湿タイプと乳液の敏感肌用の高保湿タイプ、これはちっちゃめのサイズと大きめのサイズを買っていて、ちっちゃめのサイズをねトラベルセット用としてね持っていってます。あとは朝のケアの方を入れていくんですけど、まあ、朝はだいたいまあアベノウォーターにヒルロイドローションなのでこれも入れていきますね。あとは皮膚科の人からもらったお薬をパパンと入れていきます。あとねシートマスク、もうずっとこれ私のおすすめしてて、使ったらめっちゃ良かったとかっていう反響がいい毛穴なでしこのお米のマスクですね。はい、じゃあ次にボディケアの方を持っていきます。まず体に使っているのがニベアプレミアム薬用ホワイトニングミルクってやつですね。これ使うと次の日とかに肌が結構白くなってたりとかするので欠かさず毎日塗っています。で次に赤ちゃんから大人まで使えるっていうモノハローションなんですけど、これはなんかこの二の腕とかが結構私ブツブツがひどくなったりとかしやすいので、そういうところにちょちょちょってつけて鎮静効果のあるやつです。で今は冬だからこういうねスプレーとかでね済ましちゃうんですけど、もし夏だったらアネッサホワイトニング UV ジェルっていうこってりした日焼け止め、まあ、今は冬なのでスキンアクアのサラフィット UV のサラサラスプレー、顔体用なんでどっちにも使えます。これはね頭にも使えるのでおすすめ。次にこのベビーワセリンっていう口のケアのねやつを持っていきます。めっちゃパンパン、すごいよスキンケア。撮影前はやっぱ入念にやりたいし、でもトラベル用だからあのちょっとちっちゃめでできるだけ荷物を少なくするっていう、スキンケアグッズはね工夫をするのが多いかなって感じです。はい、こんな感じを出し乗っていきます。まだ隙間がねこんな空いてるんですよ。ここにはメイクポーチを入れていきます。これをね入れていきますね。あと最後に櫛だけです。これはもうずっと愛用しているね櫛なので、こんな感じで最後にね、あのなんか汚れた洋服とかこういう着た洋服をしまえるように見えないようにするやつとかをね持っていってきます。ふいしょー、これでパンパンですね。でね、スーツケースの紹介もしてなかったんだけど、こういうバービーの濃いピンクのやつです、私は。でね、これね買ったのがね小学5年生とか6年生とかね、本当に派手が好きな時に買ったやつなんですけど、今は結構もとなしめが好きなので、黒色とかそういう落ち着いた系のスーツケースがめっちゃ欲しいとか思いながらも全然買えてないっていうやつですね。これでもねめっちゃ持ちやすいし、ね、めっちゃ万能なのだから全然いい、これでも今1泊2日2泊3日ぐらいはこれで全然持ちます。はい、ということでどうでしたか。ね、おぞまりって聞くと完全防備で何でも出せるぐらい物が増えてっちゃうと思うんですよ結構皆さん。だけど荷物をね抑えつつも必要なものはしっかり入れるって感じでね、ちょっと工夫して身軽でいられるように組み立てて工夫して入れてみたんでね、ぜひ参考にしてみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。